鹿島総合庁舎へ毎日のように現れる一人の男、傍若無人に堂々と署長室へ乗り込んでいく。彼はこの地方切手の地主、太田覚士。県知事を相手取って土地買収問題で戦ってきた人である。明治29年にここ国連が出てね、開拓して、まあ、あの墓地の石にきっつきであるようにね、29年の正月に来て開墾して一番早く来ただから、だからここ開墾して親が木を植えて、その次に俺がみんなお手植えだよな。佐藤栄作が木一本植えてよ、お手植えだすけど、俺は何十万本の木を全部お手植えだからね、一本一本も維持深かったんだから、それをぷたぎちゃってて喜んでるようなことでは長いうちにはいい目に合わねえと思うんだな。まあ世の中はどう変わっていくかしんねえが、まあ日の戦争みたいにね、占領して喜んでんだっていう。まあ彼のうちの周囲すべては化学コンビナート工場である。彼は絶対に立ち退かない。先祖と彼が血と汗で築き上げてきたこの土地を明け渡すわけにはいかないのだ。工場近くの松が枯れかかっている。コンビナートにすぐ隣接して住んでいる人々の公害に対する恐怖は深刻である。企業の、まあ、公害だっていうことは、これは間違いないわけだね。間違いない、あ、これははっきり言えないですよ。かつてもう何年か私らが子供の時代に3年も4年も干ばつができた、干ばつにあった時でも松が枯死したってことは未だかって一回もなかったわけですから、企業の公害にはこれは間違いないと。もうそれはこれ匂い出てきてからこういう現象に出てきたわけですね。やっぱりこれある程度ガスで言うじゃねえですか。ガスだよね、なんかのガスだよね。また一方、この変化していく世界を先取りしようとする人々もいる。地元の若い事業家グループはチャンスとばかり虎視眈々とホテル建設のプランを練る。コンビナートと観光を結びつけようとしているのだ。